ジェンマイナスには、プロトンが製造を販売していた自動車である2004年の第三四半期にウィラの後継者として発売された。1990年代中期の三菱自動車工業のプラットフォームをベースとし、ロータスと共同開発したプラットフォームが使用される。このプラットフォームはペルソナにも用いられ、サトリアネオにもホイールベースを短縮されたものが使用されている。プロトンと ロータスが共同開発したカンプロエンジンを最初に搭載し、エンジンは直列4気筒1.3リットル S4、ポリエチレン型と1.6リットル S4、PH 型エンジンの2種類が搭載され、5速マニュアルトランスミッション、または4速オートマチックトランスミッションが組み合わせられた。当初、1.3リットル車にはマニュアルトランスミッションのみが用意されていた。2005年、 1.3リットル車にオプションとしてオートマチックトランスミッションを設定した。2007年12月、タイでフェースリフトモデルを発表し、CPS エンジンを搭載した。2008年3月3日、マレーシアにおいてマイナーチェンジされ、フェースリフトが施されたほか、カンプロ CPS エンジンを搭載し、トルクが向上された。フロントグリルフロントバンパーや、 リアスポイラーなどのデザインが変更されたほか、ダッシュボードのデザインも変更された。2013年8月、販売終了。後継車種は、サプリマ S となる。ジェンマイナスには、ジェネレーション2の略でいらの後継車であることを意味する。ありがとうございます。